マネージャーのままです。パワープロプリやっていきます。今回はついに来るマントル辺境高校パワーアップ新キャラ情報、そして公開情報を皆さんと見ていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、10月の2日ですね、もうすぐこのマントル辺境高校のパワーアップがやってくるというお知らせが前に来ておりましたよ、ということでね、ここでアップデートとメンテナンスのお知らせで10月の2日に、3時からですね、おそらく来るということになってます。マントル辺境高校に関しては当時ね、一気に当初のインフレを進めた高校で、もう同栄の出身校でもありますというところです。で、これに強化が入って、まあどんなことになるんでしょうねと、まあ、簡単に触れられている画像とかも公式で発表すでにされているので、それも見ていきながら新キャラの情報も見ながらという感じにやっていければいいかなというふうに思います。そしてまずはこちらからですね、ガイド機能の紹介ということで、まあ、新しい機能の一つとして、遊びやすくなる新機能になっているようです。マントル辺境高校の序盤のおすすめの操作を提案してくれるものになっているので、慣れてない方とかはこういうのを使ったらいいのかなっていうふうに思います。まあ上の方にね、購買部を作りましょうみたいなね形で、こういうふうに進んでいけばいい方向に行くよっていうのを教えてくれる機能になってるみたいです。まあ、慣れてる方に関しては、まあ、初めの1回ぐらい使えば、まあ、十分そうかなっていう印象ですけど、まあ、実際実装されてみないと何とも言えないですね。これだけに従っとけば、めちゃくちゃ強い選手できるっていうパターンもあるかもしれないので、その辺は、ま、やってみて楽しみにしたいなっていうところでございます。はい。そして、次ですね。ダイナマイトタックがパワーアップ。ダイナマイトが配置されているすべての練習場所が、すべての練習場所からやばいな。経験点を獲得できるようになるよ、と。大量の経験点を一気に獲得しちゃおう。そして、イベキャラというお話になってるみたいですね。これやばいですね。すべての練習から。そして、もうこのダイナマイトタック自体も、まあこの急速練習だけでも、2000点近く入っているので、プラスね、コントロールと今変化球のところダイナマイトついてますけど、ここの経験点も入ってくるってことで、まあ、ここで1箇所1000点だけっていう形でも4000点一気に練習として入ってくるという形になっているのかなっていうことを考えると、相当すごそうだなっていう感じですね。まあ、ダイナマイトタックは前回のマントル辺境高校、まあ通常版の時からね、かなり強かったので、まあ、これがね、よりパワーアップされるっていうのは、まあ、恐ろしいことになりそうだなっていう印象があります。これ楽しみですねっていうところでね。まあ、本当にこの辺は実装されてからまたやれたらいいかなっていう感じです。そして、新キャラの紹介ですね。コボルトーカーちゃん。まあ、コボルトーで関わっているんでしょうね、ゴブリンとかね。っていうところで、SR 以上で投手なら内無双と勝利の星がゲットできて、コントロールの上限4、スタミナ上限4のイベキャラボーナスを持ってるよという形になってます。で、マイベントでコントロールとスタミナの得意練習ですね。で、この高校に関しては、まあ、球速とか変化とかがピッチャーは強い練習って言われてますけど、そういうところに偏らせるっていうことだけではなくて、まあ、コントロールとかスタミナの得意練習を持ってるキャラも重要になってきます。まあ、二つの理由で、一つ目が、まず、先ほど見ていただいたダイナマイトタックの発生条件ですね。あれは2箇所以上の、練習で、スペシャルタックが起こっていて、その練習場所でダイナマイトを持ってるキャラクターがいないといけないんで、まあ、その条件を満たすためにもそういったことが重要っていうところもありますし、まあ、二つ目の理由としてはやはり鉱石っていうもの、まあ、これは本当に始まってからまた解説していくのかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、鉱石をこう、奪っている、まあ、めっちゃ難しいですね、これ。実際やりながらじゃないと説明が難しいと思うんですけど、まあ、本当にこの練習すると鉱石っていうのがもらえて、それで施設を建てるんですけど、まあ、その鉱石の埋まってる量っていうのが得意練習によって変わるんですよね。まあ、持ってるところ、得意練習があるキャラクターが、
まあ、例えば、コントロールとスタミナ2種だったら5、5ずつ持ってて、それが練習箇所に埋まるみたいなイメージで、まあほぼ間違いないかなっていうところです。あとはその鉱石に関してなんですけど、びっくりを踏むっていうところがこの高校重要になっていて、まあそれを踏むときに、その鉱石をね、生み出す施設っていうのも得意練習によって変わるので、まあそういったところも重要になってくるかなっていう形です。なので、まあ本当にこういうキャラクター、まあコントロールとかスタミナ、まあ急速変化はもういくらでもいるので、まあ本当にこういうキャラクターが入って、固有で入ってくるっていうのは結構重要なんじゃないかなっていう風に思っていたりします。はい、ということで次のキャラクターに参りましょう。別バージョンのゴブリンが登場ということで、チャンピオンゴブリントーくんの紹介と。SR 以上で当初なら勇猛果敢と闘魂のコツがゲット可能で、肩の上限が6、スタミナの上限8のイベキャラボーナスを持ってるよというところになります。まあゴブリンに関してはね、結構こう好きな方、まあ僕自身もね、結構肩キャラで好きなキャラだったんで、こう転生してくれるのは結構嬉しいかなっていうところです。肩とあとは急速の二刀流になって後イベっていう感じですね。小柄なキャッチャーゴブリンとかフード付きパーカー姿で登場。なんか、ちょっと背伸びしてる感あります。頑張った感ありますね。で、ゴブリンに関しては、もともと肩だけのキャラクターだったんですけど、まあ当然この高校で使っていくんであれば、投手にならなければっていうところで、まあ急速連が追加されたのかなっていう感じです。まあどれぐらい強いかとかは正直全くわからないです。まあその、前のボーナステーブルもタックボーナスとか結構高めに設定されていて、まあ臨床ボーナスとか、まあ軽なボーナスをつけてもらっていたにはいたんですけど、まあ、めちゃくちゃ強かったかって言われると、まあ、特能とかは強かったけど、ちょっとね、持ってる金徳が、みたいなとこだけで損していたキャラクターなので、まあ、めちゃくちゃ強くなってるかどうかっていうのは、実際に、この実装がもうすぐされると思うので、それから考えていければいいんじゃないのかな、っていうふうに思ってます。まあ、この2キャラを追加してになるのかな、もしくは、まあ、3キャラ目、4キャラ目、もしかしたらいるのかもしれないですけど、まあ、そのあたりを加味しながら、まあ、今回プレイしていくことになるのかなっていうふうに思います。デビューはね、まあ、毎回2キャラっていう感じなので、まあ、今回もこの2キャラになるんじゃないかなっていうところで、まあ、やっていければいいのかなっていうふうに思います。まあ、マントル辺境高校自体はね、まあ、めちゃくちゃ楽しく遊べる高校なので、まあ、個人的にも、まあ、やっていきたいなっていうところですし、皆さんにもね、まあ、こういろんな動画でこう、やり方とかをね、特にね、本当にね、初心者の方にはね、あんま向かないんで、まあ、この理解をね、こう、深められるようなものを出していければいいかな、っていうふうに思ってます。まあ、そのあたりも、込み込みでね、マントル辺境高校楽しめればいいかな、っていうふうに思っているのと、まあ、旧バージョンもね、一回ぐらいサクセスしてもいいかな、っていう感じなので、まあ、この、マントル辺境高校を、こう、上がる日ですかね。まあ、この朝とかにもね、まあ、やれたら、まあ、今日やればいいのかな今日時間ちょっと取れるんで、まあ、やったらいいのかななんていうふうに思ってるので、まあ、その辺もね、こう、僕も復習がてらね、まあ、なんかサクセス取れそうだったらちょっと考えようかなっていう感じでございます。いやー、ぜひ皆さんとね、一緒にマントル辺境高校楽しみたいので、早く明日来ないかなっていうのと、まあ、どうなんだろうなぁ。どうなんだろうね。追加キャラ、次第ですかね。でもやっぱね、このデビューキャラたちはね、毎回強いんで、まあ、追加キャラがどうなるかっていうところでね、その辺も楽しみにしたいなっていうふうに思ってます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントでもいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。